はい、皆さんおはようございます。コニデです。今回実況するゲームはこちらの時の一瞬サイレントビル。もう名前からしてなんか匂ってきます。こちらのゲームね、スチームで定価で100円切ってます。すさまじい。さあやっていきましょう。謎のゲームサイレントビル、時の一瞬だ。カジュアルモード、このモードではゲーム中あなたの助けとなる手がかり、ヒント、きらめきが表示されます。もうこんなのカジュアルでいいだろう。サイレントビルは小さな不明瞭な街道、でも最も静かだった。Nothing special ever happened there until one sunny summer day when, as usual, nothing unusual was happening, a very unusual storm came out of nowhere. It's the kind of thing you don't quickly forget. Rumbling thunder, lightning. At times it appeared that the heavens themselves had fallen to the ground. From that moment on, the people in Silentville started disappearing, one by one. Even the visitors suddenly disappeared without a trace. Airplanes and birds, trains and pedestrians, drivers, tourists, and even bicyclers, all of them have vanished. This is the story of Silentville, a town with no future, no past, and no present. A town lost to forever, unless someone can solve the mystery and release Silentville from its cursed non-existence.But should that someone fail, they will be trapped in Silentville forever.始まったようですね。なんかオープニング見てるととても100均系のゲームとは思えないクオリティのオープニング用意してましたね。この音楽の良さとこの UI のこの凝ってる具合すごいな。これあ、なんだこれ、どういうゲーム。ヒント、お、なんか時間進んでるぞ。これやばいな。なんかとりあえずピカピカしてる。何なんかめちゃくちゃ雷鳴り始めた。なんだ。意味わからんぞ。どうしろっつんだ俺に。何？俺にどうしろと言うんだ。おい、なんだこの手は。あ、年を取っている。なんだ。短いチュートリアルを表示しますか。じゃあ短いチュートリアル表示してくれ。そうだ、表示しろ。場所を移動するには進みたい方向を指してクリックします。では駅舎の中に入り切符売り場へ行きましょう。うわー、いいなこういうゲーム。俺初めてやる。ポイントクリックタイプ。開いたドアをクリックして中に入ります。あれ、駅、これ車掌というか、俺さっき駅さ、じゃない、電車さ、なんか茨でぐるぐる巻きにされてたけど、どうなのそれ普通？これ意外と凝ってないか？これ98円で採算取れんの？ゲーム内のきらめきはアイテム探し場面を示しています。カーソルが目の形になったら、きらめくエリアをクリックします。これ、きらめいている。カーソルを切手アルバムに合わせるとカーソルが回転する歯車に変わります。これはアイテムが未完成であることを意味します。別のアイテムを見つけて完成させる、もしくは修理する必要があります。クリックしてください。切手アルバムってなんだ。あ、これか、歯車。前方に穴があって先には進めなさそうだ。列車が僕の目の前でツタに覆われてしまった。まるで何年もこの状態だったみたいに。一体どうなってるんだ。ありえない。僕の肌も顔も手も突然年を取ってしまった。呪いだ。何か呪いが起こっているようだ。なんだ。
おい、その手は一体どういうことだ。開けろみたいな感じかな。では切手をアルバムに使います。これで完成もしくは修理したアイテムが入手可能となり、リスト内のアイテム名が青に変わります。修理って。アルバムクリック。アイテムは扉の中に隠れている場合もあります。カーソルが手の形に変化したら扉をクリックします。このさ、この字の後ろの扉ってどうなのよ。それ隠れてて見えんよ。も、場面内のキラリと光る星はそこに何かが隠されていることを意味します。はあ、はあはあ、なんかさっきからいろんなとこピカピカしてる。カーソルを星に合わせるとカーソルが目の形に変化します。そこでアイテムが見つかる可能性があります。腰掛け椅子に何か隠されているか調べてみましょう。はいはい、腰掛け椅子、これかな。指輪、違う、金貨だった。完成したアルバム。一体何なんだ、どうしたらいいんだ。これは？これは何？ここか。いや難しくねえ？これテントウムシ？嘘？テントウムシを、テントウムシそんな重要？な、謎すぎないか。ちょっと、おい、これなんだ？これはなんだ？いや、むずいなぁ。あ、もうこれもここで。とりあえず開けてみようか。おい、びっくりしたー。ってことは、体がどっかにあるんではないか。お、なんだ。カッターナイフ。あー、はいはいはい。ここにあるものを全部埋めろってことね。コップに入った雲。つうことはまずコップを見つけなければならん。落っことせお前それ。コップに入った雲。あれ、これ雲入ってね。コップではないか。コップに入った雲。あれ、これコップじゃね？これなんだ？これなんか、何これ。ネズミだ。ネズミ。いや、わからん。あ、でもこれ手編みのマフラーでしょ。これ違う？違うのか、違うのか。これこっちかな。あれ、手編みのマフラーではないのか。あ、ちょっと待って、ここ開けてない。あ、あ、あ、ありました。これでいいんじゃないか。人形。7枚のチケット。1、2、3、4、5。5枚しかないぞ。あとどっかに2枚あるん、あった。あと1枚か。これ難しいな。これどっかにある？これだって違うもんね。チケットだらけに見えるけど、これチケットじゃないしな。あ、あった、あった、あった。おい、人形でしょ？これ何？できてんじゃない？あ、できてた。完全な日付。ちょ、完全な日付見つけないと。意味がわからんぞ、完全な日付。スタンプ済みチケット。これなんじゃないのか？違うな。
これだってもうこの下見る場所ないもん。あれ、まあいいや、熱い紅茶を探してみるか。熱い紅茶、熱い紅茶はこんな引き出しの中に入れたりしないだろう。ちょっと待って、入ってんじゃないかこれ。これ熱い紅茶じゃね、これ熱い紅茶臭いな。これ注ぐ、何に注げばいいのだ。はい、熱い紅茶もういいんじゃない、これだって入れたよ俺。でどうすんの、コップ、いやー難しいぞ。お、なんだこれ、ハンコ、あ、出た、スタンプ済みチケット。いや埋めてきてるが、ちょっと難しいな。完全な日付、完全な日付、これだって完全な日付なんじゃない、この4月7日。もっと完全な何かがありそうだけど、何がどう完全なのかがよくわからん。お、お、あ、なんだこれ。はいはい、わかった。これ、熱い紅茶もういいんじゃないのこれ。なんでこれ掴めないんだよ。注げってこと？なんかコップが必要。これだって紅茶入れるコップじゃないもんね。割れるしね。ティーカップが必要なんだけど、見つからないな。まあ、ちょっと見える他のもんから探すか。コップに入った雲、手編みのマフラー、手編みだよこれじゃない、違うの、コップに入った雲、いやおそらくなんかまた見てない部分があるんじゃないのかな。おいお前、これ雲だろ、これ雲だろ間違いなく。はーい、そして手編みのマフラー下の方にもあんな。これ何？これ、え？ああ、はいはい、あれ、なるほど、あれがティーパックだったんだ。気づかなかった。じゃあもう手編みのマフラーのみだ。どこにあるんだ手編みのマフラー。マフラー、いや難しい。でこの引き出し何にもないじゃん、おかしいじゃんこれ。やっぱこれだよな。あ、そうだ思い出した、今手編みのマフラー作れっつうこと、役立つアイテムを発見、カッターだ。カーソルが目の形に変化するエリアをクリックします。このエリアは拡大できます。上着のポケットをクリックします。はい、ボタンで閉まってるポケット、集めたアイテムはすべて画面下の所持品パネルに保管されます。所持品はすべて使用することができます。カッターナイフを取りポケットを使います。あ、切った、なんだ、なんか、なんかいるんじゃね、あ、違う、虫かと思った。役立つアイテムを発見、鍵だ。今度ここか、薬品がある、インク、インクだ、インクの入れ物かな。
インク瓶は空だ。これ注げ。行くぞ。インク瓶は満タンだ。じゃあ羽ペンがいるんじゃないのか。引き出しだろ、羽ペンとか。違うか。お、出てしまった、すまん。あー、これ外に出れるということは、違う部屋で羽ペンを探すフラグある。ということで今回ちょっとここでセーブしようかな。なんか怪しくなってきた。ちょっとやめられなくなりそうな気がしてきたんで、一旦ここでゲーム終了したいと思います。ちょっとね、ゲームのコントローラー買いに行くんで、そういう理由で一旦このゲームを終了します。ご視聴ありがとうございました。